自動車ディーラーとは、新車や中古車を小売りする事業者のことである。中でも、自動車メーカーと特約店契約を結んだ販売業者のことを指す。販売だけでなく、点検整備などのアフターサービスも提供する。日本の自動車雑誌などでは、メーカー系列に属する新車販売店の中古車部門で売られている中古車を、ディーラー系中古車と呼び、メーカー系列に属さない。 独立系販売業者の中古車と区別している。なお、香港では日本国内で展開している自動車ディーラーについて述べる。日本国外の自動車メーカーについては、その日本法人と正規輸入代理店のみ記述する。日本では自動車メーカー及びメーカーの制定した販売チャンネルごとになっている。ただ、市場構造の変化などで、1 9九十年代から 販売チャンネルを統合する動きが出ており、全販売チャンネルで全部の車種を扱う形に変更したり、現単位で存在する販売会社を地域ごとに広域統合をするメーカーもある。運営法人は自動車メーカー自身で経営するメーカー系と地域の有力者や企業の出資でディーラー権を取得し経営する自場系の2つに分類される。自動車の価格は 耐久消費財の中では比較的高額であり、日本では自動車の販売取引行為に際して観光庁の検査や初登録が必要であることなど販売形態が特殊であることから、加減量販店やディスカウントストアなどのような複数メーカーの新車販売を大規模に扱う販売店は出現していない。一部の自動車整備業や農業協同組合、 独立系中古車販売店は、新車ディーラーから取り寄せる形で、小規模ながら、複数のメーカーの新車の販売を行う場合があり、これらは、サブディーラーと呼ばれる。現在は、日産ハイパフォーマンスセンターでの未販売、点検が行われる GT-R 以外は、全店が全車種を取り扱う。ディーラーの移り変わりが激しいのが特徴である。1981年、 BMW が輸入車メーカーとしては初の日本法人 BMW ジャパンを設立した。日本でのビジネスを輸入代理店任せにしないで自分の力で展開しようという意思表明であった。1990年代以降、メルセデスベンツやフォルクスワーゲンも日本法人を設立し、日本での販売体制を整えていった。1990年代後半以降になり、 バブル崩壊を経て、日本での販売の主導権はメーカーが掌握することとなった。現在では、ほとんどのメーカーが日本法人を設立し、ブランド力やサービス品質の向上に努めている。その一方、ディーラーを運営する会社も、メーカーからの高度な要求に応えられる、経営体力や販売能力が要求されるようになり、2000年代に入ってからは各ブランドにおいて、 これらの要求に対応できないディーラーの閉鎖、撤退、経営譲渡が続出している。ディーラー会社も様々な生き残り戦略を実行しており、首都圏や大都市圏に進出したり、複数の小規模ディーラー会社を M&A で買収し、経営規模を巨大化させたりしている。一部の自動車メーカーでは自動車販売ディーラーとは別途、 自動車部品の販売業務を専門とする自動車部品、販売専門のディーラーもを設けている。これらの部品ディーラーは、自動車メーカーとの間で、部品販売に関する特約点契約を結んでいる。全国を一社でカバーする場合もあるが、部品ディーラーによっては、地域単位、または都道府県単位で設置され、各自動車販売ディーラーのサービス部門や、 一般の自動車部品販売店、カー用品店、自動車整備工場へ部品供給を行っている。主な取扱い商品は言うまでもなく特定の自動車メーカー製の純正部品であるが一部メーカーでは自動車メーカー自身が開発し、他メーカー社にも対応したプライベートブランドによる自動車部品が各部品ディーラーの各販のために積極的に活用されている。 なお、部品ディーラー網を特に設けていないメーカーや地域や都道府県によっては自動車販売ディーラーが部品ディーラーを兼ねている。日本では輸入者の一部しか見られないが自動車メーカーとの間でアフターサービスに関する業務のみの特約店契約を結んだアフターサービス専門業者が存在する。主に自メーカーの販売拠点の存在しない都道府県において ユーザーにアフターサービスを提供する目的のために設置される。もともとは自動車販売ディーラーだったがメーカーの日本市場からの販売業務撤退によって販売権を失うもののアフターサービス業務はそのまま継続するといったケースもある。ありがとうございます。